久保 VS 藤森 VS 山本ガチンコパー3対決。なんでここちょっとショートホールなんで、はい、もうせっかくなんで山さんもこんだけ言ってるんで、うん、そうだね、3人でガチンコの勝負しましょう。はいよ、はい、じゃあ、うん、ハンデください。はい、いくつもらいましょうか。いや、お好きなだけ。5? 5、いいと思います。まあ、妥当ですね、はい、うんうん、だって3で8、5もらいましょう、うん、で、おたくたちは普通、はい、うん、のハンデいらない。あ、いらないですよ、大丈夫ですか、5大丈夫だから私は、シンゴから2ぐらいもらいます。僕、ここはいいでしょ、もう大久保さんの回だから。そう、はい、シンゴから2って、大久保さんというか、藤森さんは分かりやすく構成やってくれてるんですよ、うん、だからそこでガチャガチャやると、ルールが3つになるんで、めんどくさいんですよ。確かに今意味が分かんない、先輩が怒られるところも見たくないから、うん、今意味分かんなくなっちゃった。お前も後輩だったら、ちゃんとあいつに言えや。いや、間違ったこと言ってないですから。分かりやすくやってくれてるのに、うん、はい、もう5で、うん、ここはもう、大久保さんにハンデ 5! じゃあもうみんな同じ T から、はい、こう短いんで116ヤードとかなんで、116ヤード、はい、もうなんならもうワンオンですね、本当にね。そうですね、ホールインはもうなきにしもあらずだ。まあ、もちろん可能性あります。すげえ、見たい。行きましょう、お願いします。うわー、まっすぐいった。うわー、まっすぐいった。うわー、まっすぐいった。いや、短いな、これ。球が飛ばねえ。おー、あー、でも乗りました。乗ったか、すごい。ありがとうございます。もう負けだろ、あれ。いやいや、まだ5台ありますから。誰行く？山さん、俺行っていい？いいです、いいです。はい。だってゴルフ歴自体は長いんでしょ、山本さん。はい、私あの高校時代ゴルフ部でしたから。あ、そこから。はい、高校1年の時でゴルフ部だったんですよ。で、2年の春に辞めました。はい、なんでだよ。はい、なんで。なんか合わなくて。行きます。はい、イエイ。イエイ。わ、イエイ。しかも見えない。林の中行った。なんかあれは落ちてきました。どうですか。林の中です。いや、 OB はないので、あっちから下に落ちました。いい、チャンスですよ、大久保さん、これ。オッケー、やばい。ちょっと待ってよ、大久保さん。さっきと同じです。あの頭をこう、うん、もうイメージですよ、イメージ。こういってもうこう、ちょっと入るぐらい。はい、で、手元が結構今、こう構えたとこより外に回っちゃってるんで、構えたとこにより球内側打つぐらいのイメージで。なるほど。ここら辺を通るイメージで打ってみてください。そこら辺を通るイメージ、はい、ここに構えて返してくるときは。この間先生に教えてもらったアウトサイドインですよ、それ。アウトサイドイン、アウトサイドイン、行ってみましょう。アウトサウド、アウトサイドインが頭上げずに、頭上げない。はい、行きます。おー、オッケー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 、いけ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 、いナイスショオッケーナイスショ。やばいって、もうまっすぐ ね、素晴らしい。飛ばないけれども、まっすぐ。これが大事なんです、ゴルフは。まっすぐこのコースに沿って進むというね。確かに。俺どこ行ったか分かんない。 あれじゃない。え、あそこの下で光ってるよ。あそこ、ヤマさん光ってます、ほら。うわ、光ってる。夏のホタルが。山さん、次も7打目ですから。でも分かんないよね、そっから、そっから上がって。いや、あれはちょっとかなり。あ、でも木はなさそうですね、正面。そっか、前に抜ける。前に木がありますけど、うん。あ、でも、あ、出してき、あ、出してきやがった。あー、でもまあ、これまだ難しいですね、木とバンカーあるんで。あー、でもナイスアウト。勘を取り戻しつつあるのかもしれない。久々のゴルフで私ですか。これ最初大久保さんですね。うわ、これバンカー怖いな。パー狙えるぞ、これ。いや、いけますよ、これ。パー取りたい。いや、これいけるよ。でも変な、変な力が入ると。これもあのさっきと同じで、ちょっとここに構えて、うん、
したら帰ってくる時はここら辺を通るイメージで、うーん、結構外にもここら辺を行っちゃうんで、うん、中を通るイメージ、そうするとこう、はい、脇が閉じてしっかりとした球が、なるほど、はい、脇が閉じるのね、はい、それで行ってみましょう。このぐらいでいいかな。でな、インを取る。顔を上げないでください。はい。止まれ止まれ止まれ。危ない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 。大丈夫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 、問題なし。じゃあ山さんですね。山さんの8打目。うまくいかないな、なかなか。いきます。はい。おお。いいいいいい。いけいけ。おー、あ、でも止まった。あ、でもナイス、アウトです。止まった。さあ、大久保さん、ここは私乗っけたいな、うん、これ大事ですよ。でも怖いな、転がすのも。すげー短く持ちましょう、うん、で、ちょっとはもう肘もこうして、こういうこと、こうしちゃいましょう、うん、で、ちょっとゴルフスイングとは違うんですけど、うん、もうこうやってこうちょっと連続でスイングしてみてください。あの、手首をそう固定して使わないように。難しいけど、こういうこと？ちょっと難しいですか、そっちの方が。で、うん、ちょっとだけこっちに、あの、傾いてるんで、こっちに今、いけるかな、傾斜が。なんで、ここが当たりやすいから、少し立てましょう。これ、そんな急に言われてできっかな。大丈夫です、大丈夫です。本当か？ゆっくり振ってください。え？さっ！オッケー、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 オッケー。進んだ。はい、もうこれパターで打てますから、パター行こう。はい。くー！クエリもちょっとプッて行きたかったな。いいですいいです、バンカー入んなかっただけ。これはそうですね、そうね。だって私ハンデコンあるから。パターをください。これが4打目、4、あ、いいですよいいですよ。これ乗せましょう。ちゃんとまっすぐに合わせて。あ、いいよ。あ、オッケー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 。いい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 いね。ナイスナイスナイスオン、フォーオン、いい、フォーオンです。フォーオン、あと1、2、6、6でもいいか。ああ、6でももう1だから。6でも1だからもう2人に勝てるもん。6でも1だから。山さんがこれは、7、8、9です。9だ。あげた。あ、上手。う、あ、あ、ナイス。うんうんうん、9、ナイスです。そしたらこれは私が一番遠いですね。藤森先生はでんでん、次2打目だから7打目。はい、お前、いやうまい、やりました。この距離入れるのすごい。ありがとうございます。バーディー、やった。だけど 7、私だね、これは。そうですね、これ大久保さんちょっと下ってきてますんで。もう絶対無理じゃん。確かに下ってますね。はい、これだって大久保さん次入れて6でしょ。6か、入れたら総勝ち。そっか、藤森先生より。うん、6だもんね。そうです。入った、はぁ、入った、はぁ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 、今の距離のパットは5、てかダボ、普通にダボ、ダボ、ナイスダボです。これ入るのよ。だって普通に俺負けたもん。いや、はい、そう、ハンデなくてもね。ハンデなくても勝った、はい、ということで結果は大久保さんの勝利。ハンデはあったものの、これは自信につながったのでは。ってことは、私が優勝です。イエーイ、5ですね、パー3のとこ5。はい、いや見事ですよ、ダボですから。ダボ、これいわゆるダボゴルフといって、ダボで全部回ると108ですから、うん、うわー、そこ行きたい。108のプレイヤーです、うん、うわー、そこ行きたい。はい、だから最初のそのあれね、あれをもっとちゃんとやれれば、ティーショットがね、うまく。ティーショット、ドライバーも良かったですよ、結構こっちまで来てたんで。確かに1打目ね、うん、ドライバー良かったか。で、藤森先生が、私は、バーディーだったんですけども、5打あったんで、まあ、そうね、7です。7、はい、しょうがない、で私は普通に8です、はい、普通に8だよね。普通に 8? 普通に8でした。そうだよね。13ですか。というか13歳、うん、
はい、じゃあこのゲームはもう、はい、山さんの負けでございます。はい、やっぱり10段もらうべきだったな。いや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 、なんで大久保さんの極上の接待ゴルフを、はい、お願いします。開催してください。30代の男、そうね、もちろん山本さんだけなら全然一つも面白くないの で、はい、で山本さんと気立てのいい優しい俳優30代、ね、軍団の息のかかった芸人じゃダメですか。芸人は嫌です、私。わ、はい、かりました。俳優系で気立てのいい俳優だそうです。舞台中心とかよりもできればちょっと映像も出つつのちょっと何よ、トッピングが多 い、 いや舞台中心はダメって、いいですけど、でもできればちょっと映像系でも頑張りつつある、ね、将来性が見込める気立てのいい、うん、おとなしめな、うん、素晴らしいゴルフでした。ありがとうございます、はい、いや楽しかったです。普通に本当に気持ちよくやらせていただきました。ちょっとまた時間ある時ゆっくりお教えしたいです、ね、はい、インドアでもいいのでぜひまた来てください。じゃあ今日は、はい、藤森先生でした。はい、ありがとうございました。楽しいゴルフでした。ちょっと俺からもなんか一言は、いや、大丈夫です、もう尺が長いので大丈夫です。尺が長いのでって。じゃあ藤森さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません、私大変な時。ゴルフは好きですか？大丈夫です。大丈夫です、すいません。もういい加減にしてくださいよ。ゴルフはまだまだ続きます。ゴルフ、お疲れ様でした。このパターンこのパターンよく一人残って、このパターン。でも楽しかったです。いや、まあね、楽しそうでしたもん。はい、うん、私こういうの向いてますから。だって山本さん今日久々にゴルフやったって情報入ってますよ。あの、今年初めてです。勘弁してよ。今年初めて。じゃあ言わないでよ、アドバイス的なこと。なんか信じちゃうし、うん、だけど感覚の人でしょ結構、まあ、理論的、ね、だからまあ言っても、うん、あの16の時に、うん、あのゴルフ部入ってました、高校の時に。高校1年、ね、言ってましたね、はい、だから40年前にゴルフ始めてますから。まあまあ確かにそれはもう古いですよ。ゴルフ歴40年です、うん、はい、40年経ってもそんなに上達しないっていうのがゴルフであって、うん、いくらでも楽しめるっていうのがゴルフです。まあまあ言いますよね、いくつになってもやれるし、はい、まあでもちょっとうるさかったっていうのは正直あります。あ、そうですか。でもまあ楽しくやって、まあまあ、じゃあ私何直したらいいと思いますか。まあ、藤森先生はね、はい、あのバンカーじゃない、なんてウッド中心にやれって、はいはい、具体的なアドバイスいただいたんで、はいはい、それは実践していこうと思う。山本さんから見たら具体的なちょっとアドバイスいただけると。私はね、もう具体的というよりも、はいはい、もうハート一つです。出た、はい、ハート一つです。もう何でも、そのものを聞くときに、あの一つだけ聞くのは、あの本当ゴルフは好きですか？聞いてます今。ゴルフは好きか嫌いかっていうことです。ゴルフ好きですか？今日またちょっと好きになりかかりました。あ、もうそれが一番です。もう好きだったらもうそれでいいと思うんです。嫌いにならないでください。以上です。ありがとうございました。なんだよ。はい、OK です。ありがとうございました。はい、OK です。ここでお知らせ。番組公式グッズが好評発売中。ズタボロゴルフオリジナルグッズを3種類展開。かよこと一緒に上達を目指せるこのグッズの詳細は番組公式ホームページ、インスタグラムをチェック。